リチャードソンチェストフライボックスといって、ペンシルバニアの手作りの工房があって、そこで作られてます。ペンシルバニアは西海岸がロサンゼルス、東海岸がニューヨーク、ニューヨークの隣にニュージャージーペンシルバニアっていうのがあって、ペンシルバニアのちょうど、セントラル PC、PA なんで、ペンシルバニアの真ん中あたりで作られてます。ペンシルバニアって言っても日本の本州の半分ぐらいあるんで、ペンシルバニアの端から端行くのにも5、6時間かかるんだけど、もう本当にその真ん中あたりの工房で作られてます。まあそれに関して今度、歴代の大統領も愛用した歴史あるフライボックス、リチャードソンチェストフライボックスを親友にプレゼントしてもらった。自慢させてください。この金属製の箱はペンシルベニアの小さな工場にて手作業で組み立てられており、現在注文から手元に届くまでなんと1年半から2年ほどかかる貴重なものである。フライフィッシングと呼ばれる釣りの手法があって、これは糸の先端にフライと呼ばれる虫に似せた毛針を湯わいて釣るものだ。僕の場合、渓流や湖で主にトラウトと呼ばれる魚を狙っているわけだが、この魚がとても口にする餌の好みにうるさく、目にする餌が気に入らなければ全く興味を示さない。例えば真冬の雪の降る日に大きなバッタを投げ込んだとしても、彼らの直感は、あるいはゆっくり思考を巡らせた後でも、その影にさっぱり反応しないのだ。まるで真冬に誘われた星空の下のかき氷デートに見向きもしない丸の内 OL のように。僕らはよくこんな魚に向かって、とてもピッキーな魚だなと言ったりする。上手にトラウトを釣り上げるために、そこで僕たちはフライを交換する。少しでも興味を持ってもらうために、少しでもイエスと言ってもらえる確率を高めるために、季節や地域によって変化する餌となっている虫を的確に見定め、その場所その瞬間にふさわしいフライを用いてトラウトに問うのだ。時々僕らに対し、過敏になりすぎだと心ない言葉を投げかける現実主義者に出くわすが、少なくとも我々はこのトラウトの知性を信じ、期待し楽しんでいる。故にフライフィッシャーはさまざまな種類のフライを持ち運ぶ必要があり、僕はこのリチャードソンチェストフライボックスを使うことになったのだ。たとえ野山や沢で前のめりに転倒した際、金属の角が序骨や胸骨に致命的なダメージを与える危険性をはらんでいようとも、僕はこれを胸にぶら下げ、箱の中身に目を細め、フライを取り出す。アメリカの小川でリチャードソンチェストフライボックスをぶら下げている孤独なアジア人を見つけたら、それはきっと僕だ。
Why don't you buy my beautiful dry fly?